いた。何をしているのかな。いつもありがとうね、あざみちゃん。おいしい？うん、おいしい。もう一個ちょうだい。はい、どうぞ。三日月で饅頭を購入、うん、ひろみさんと食べながら談笑。不審な点は何もなしだ。しかし、買い食いは掟で禁じられてるとか言ってなかったか？ん？よし、追跡再開だ。見失わないようにしないとな。食事に来たんじゃないんだ。というより営業してるんだな。バカ野郎、解散だからって閉店したりしねえよ。俺たちは俺たちのできることをする。ここはそのための活動拠点だ。とりあえずはみんなの胃袋を幸せにしてみせるぜ。そうか。あ、それはそうと、アザミを見なかったか？アザミ見てないよ。なんで？いや、見てないならいいんだ。じゃあ、急いでるから行くよ。今度はちゃんと飯を食べな。ああ、わかった。それじゃあ、また。新竜拳にアザミの姿はなし。上海歌劇団とのつながりも認められずと。ま、当然だよな。ん？アザミ、あんなところに。おいおい、本当かよ。追跡しよったってあれはさすがに無理だな。参ったな。これじゃアザミがどこへ行ったかわからないぞ。待て、もしかしてこの写真がヒントになるかも。よし、この場所に行ってみよう。え？街頭ラジオから歓声が。ベルリン歌劇団完全勝利。モスクワ歌劇団の固い守りを見事粉砕しました。ベルリン歌劇団、やはり決勝まで勝ち上がったか。ロンドンを倒しても次はベルリン。何か対策も考えないといけないな。でもまずはアザミを探す方が先だ。早く見つけないと。
アザミの写真に写っていた場所はこの観覧車の近くで間違いないはずだが、ん？あれは？危ない！隊長？里の奥で41秒。驚いても大声を出さない。アザミに何をする気だ？わしは望月流忍術棟梁望月やったんさいじゃ。棟梁？望月だって？じゃあもしかしてアザミの？わしは名乗ったぞ。お主こそ何者じゃ？失礼しました。私は神山清十郎と申します。おお、あんたが歌劇団の隊長さんか。アザミからすべて報告を受けておるよ。アザミよ、今日は帰ってもよいぞ。わしはちと隊長さんと話がある。でも。心配するでない。大丈夫じゃ。取って食ったりはせん。それじゃあ隊長、棟梁をよろしくお願いします。いい子じゃろ、アザミは。ええ、とても。うん、さて神山君と言ったかな。何かわしに聞きたいことがあるようじゃが。そのあなたとアザミはどんな関係なんですか？わしか？わしはアザミの育ての親じゃよ。それにしてはすごい身のこなしでした。そのお面もかなり変です。ただの育ての親とは正直思えません。それはほれ、これを見ればわかる。これは望月アザミ修行日誌。忍法八層飛び。毎日成長する草を飛び越える。だんだん飛ぶのが難しくなった。でも毎日頑張ったら屋根の上まで飛べるようになった。大成功。忍法多重手裏剣。手裏剣術は得意。百刀百中ですごく楽しい。ご褒美に棟梁から栗まんじゅうをもらった。棟梁は優しい。大好き。これは。忍者の修行ですか？ずいぶん昔のものに見えますが。子供の頃からずっと毎日修行日誌をつけておるんじゃよ。なるほど。ということはあなたも忍者というわけですか？どうやらわしの正体を明かす時が来たようじゃな。忍者望月やったんさいとは仮の姿。その真の正体とはこれじゃ。真の正体は？なんじゃ、ノリが悪いの。少しふざけただけではないか。わしはな、忍者でも何でもない。望月村で農家を営むただのじじいよ。そうなんですか？アザミがこの大都会帝都でちゃんとやっていけるか心配でのう。修行日誌の確認という名目で時々会いに来てアザミの様子を見ておったのじゃ。それじゃあもしかしてアザミも？その通り。
アザミも忍者などではない、普通の女の子じゃ。よくわかりません。どうして忍者なんてことになってるんですか。そうじゃな、すべてを話すしかなさそうじゃの。アザミは、あいつは親に捨てられた子なのじゃ。え、捨てられた。村の外れに捨てられていたところをわしが見つけ育ててきたのじゃ。そうだったんですか。じゃがアザミには本当のことを言えんでな。お前の両親は忍者の里の掟で長い任務に出かけておると、任務が終われば帰ってくるから、それまでにお前も立派な忍者になるんじゃよと嘘を言ってしまったんじゃ。それでアザミは忍者の修行を。ああ、そうでも言わねば生きることを諦めそうじゃったからの。強い目的を持たせるしか、そうするしかなかったんじゃ。おじいちゃん、お母さんはまだ帰ってこないの？ああ、まだ任務中とのことだ。我慢して修行しなさいと言っておったそうじゃよ。うん、わかった。アザミ、頑張る。頑張ってすごい忍者になる。そうすればきっとお母さんもお父さんもアザミを褒めてくれるよね。いない間よく頑張ったってギュッてしてくれるよね。おう、そうじゃ、その通りじゃ。その日を目指して修行あるのみじゃぞ、アザミ。うん、棟梁、よろしくお願いします。なるほど、アザミにそんな過去が。わしは嘘つきや。責めてくれても構わんよ。その嘘のおかげでアザミはいい子に成長した。あなたは立派だと思います。そう言ってもらえるといくらか心も楽になるの。わしの心も癒してゆくか。さすがは帝国歌劇団の隊長さんじゃ。いえ、それほどのことでは。しかしやはりわしは間違っておったかもしれん。どうしてですか。大正の世の中が蒸気革命で急速な発達を見せる中で、忍者というのはちょっと時代遅れだったかもしれんと思ってな。それはそうかもしれませんね。今からでも普通の道に戻してやるべきかもしれん。近頃はそんなことばかり考えるんじゃ。なあ神山君、アザミを普通の女の子に戻してやってくれんかね。しかしアザミは忍者であることに誇りを。まあ考えておいてくれるかの。おい先短いジジイからの切なる願いじゃ。神山さん、これからもアザミをよろしく頼みますぞ。はい、わかりました。棟梁は何か言ってた？何かって？アザミのおこごといっぱい掟を破ってるから。うまくやってるか心配してただけだ。それは大丈夫、ちゃんとやってる。アザミには棟梁に教えてもらった忍術があるんだから。ああ、アザミはすごいと思うよ。